こいいです。ありがとうございます。これで3回生がダサい演奏したのめちゃくちゃかっこ悪いですよね。締まり悪い。せやから俺らがめちゃくちゃかっこいい演奏するんだよ。お前ら一人一人顔見えてるからな。全員乗ってこいよ。分かったか。ワン、ツー、スリー、フォー、始めるよ。準備はいいかい。やらかすぜそいつらのせい。悲しみより踊りまくってすげえことを始めよう。Oh,
こんにちは、ショーキパルトです。和食パレットがサンボの、コピー版になってから、早3ヶ月ぐらい経ったんですけども、短いですね。では皆さん楽しんでもらってますか？やった。もうね、ここでね、エモいこと言うて泣かしてもしゃあないんですよ。だからね、僕らの最後のライブはみんながめちゃくちゃ綺麗な笑顔して聴いて一緒に歌って踊って騒いでくれたら、それで俺ら大成功かなと思えるわけですよ。みんなちゃんと笑ってくれますか？おい、ありがとう。ほんならまあ、こんなこと言いながらもちょっとエモい曲を3曲にやろうかなと思ってるわけなんですけども、ちょっとみんなのこういう楽しいあったかい雰囲気とか大事だなと思います。聴いてください、ぬくもり。
して、そのぬくもりだけ分かりました。バルの2曲となりました。あぶな、はい、最後の2曲、皆さんに伝えたいことがあって、この2曲を最後に選びました。まず1曲目にある曲、これでみんなに伝えたいことは、絶対何があっても諦めてはダメないってこと、何があってもできっこないって思ったとしても、絶対にやり抜けられることは、大事なことなんだ、やらないとダメってことを皆さんに伝えたいわけですよ。もう1曲、最後にやる曲で伝えたいこと、それは、僕は皆さん知ってる通り同志社大学じゃないですね。でもみんな受け入れてくれてる、僕のことをちゃんと見てくれてる、僕のことをとんがり帽子の仲間として受け入れてくれてる、それがもうものすごく嬉しいですね。だからとんがり帽子という桜、僕もものすごく大好きなんですよ。多分みんなも一緒やろ、みんなも嫌いなとこあるかもしれない、でもどっかでみんなとんがり帽子大好きって気持ちがなかったら今ここ続けてるはずや。せやろ、その気持ちが世界でよなんていうか、みんなに教えてあげますよ。ということで、残り2曲聴いてください。まず1曲目、